現在は管理者としてホップステップ放課後等デイサービス幸い校で働いています。出勤したらスタッフとコミュニケーションを取りながら報告、連絡、相談をし、予定確認やプログラム内容の共有、児童の様子の共有をします。より良い支援を行うためにも運動療育についての勉強や情報共有は欠かせません。自分自身2人の自閉症の子を持つ母として保護者様の気持ちに寄り添えた時にやりがいを感じます。また安心して頼ってもらえるように日々努力しています。研修や勉強会制度があるのも魅力の一つだと思いますし、いくつになっても成長できるのがありがたいと感じています。好きなことは映画鑑賞、読書でしょうか。有給が取れた日はもっぱら自宅で映画三昧で、最近は映画に出てきた料理の再現に興味があって作ってみたりします。家族には不評ですが3回に1回は好評です。休日も家族の時間が取れて充実しています。レディカルアーツを通して子どもたちそれぞれの可能性を引き出し、自分自身いくつになっても成長できる、そんな管理者を目指していきます。可能性にホップステップメディカルアーツ。